作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1987年にエピックソニーがファミリーコンピュータ向けに発売した所さんの守るも攻めるもです。はい、で、まあ、側面はこんな感じかな。まあロゴがあったりね、所さんがデザインしたね、所さん本人とか、まあ敵キャラのデザインとかが、まあ側面に載ったりね。で、裏面はこういう感じで、表面から見ていくと、まあ所さんの守るも攻めるもっていうねロゴがあったりで、エピックソニーのねロゴがあったりで、ファミリーコンピュータ、ニンテンドーファミリーコンピューターね、で ESF の TO っていうのが、多分 ESF がね、まあエピックソニーのファミコンソフトで、所さんの TO かな。で 496R1 っていうのは多分エピックソニー内の、ね、製品コードでしょうね。で、マルシマイルストーン、1987エピックソニーっていうのは、マイルストーンは多分所さんの事務所じゃないのか、事務所なのか、まあ会社でしょうね。で、まあ所さんと、まあ敵、雑魚敵がいろいろいて、まあ多分所さんがよく描くインディー君みたいなね、犬のインディー君みたいな絵柄の敵か味方かよくわかんなくていたり、あとこのね、なんだろう、こう、ケバい女の人が赤ちゃんを抱いているみたいなね。で、なんだろう、この建物が、なんかシャチホコがある建物があるんですけど、これ、所さんの家大豪邸なのかな。わかんないけど、なんかそういう感じ。で、元気でほざけ、所さんでほいって、まあ、ここが、なんだろう、よくわかんないキャッチコピー。ね、まあ、覚えておきましょう。もう一回行くと、元気でほざけ、所さんでほいです。はい。で、裏面。まあ、所さんのね、インディ君がいて、で、画面写真が4点あって、で、あらすじがあって、キャッチっぽいものがある感じかな。で、あらすじ。東京のマイルストーンでブラブラしていた所さんは、突然、所沢に残してきた少女、さやかの助けをテレパシーで感じる。東京から所沢までの道のりには、なぜか日頃仲の良いスタッフがレプリカントと、姿を変えていくの、変えて行く手を阻む。スタッフをレプリカントにしたのは誰だ。ちょうどさやかは助けられるか。都心を郊外を走り抜け所沢へ急げってことで、これがレプリカントっぽいよね、この書き方でいくと。わかんないけど、で、まあ4種類のね、これ全部所さんが走ってるようなシーンばっかりなんですけど、で、これが所のファミコンだ、どうだ参ったかっていうね、この所さんが言ってるっぽいセリフがあります。で、一応ね、トータルプロデュース、キャラクターデザインが所ジョージで、でね、まあ、エピックソニー側もエグゼクティブプロデューサーがね、丸山茂雄さんだったりね、あとプログラムが春研究所だったりとか、いろいろ奇跡のコラボがここで生まれてたりすることは、覚えてていいかもしれません。以上、作家でした。